今超話題の AI 銘柄クリプト GPT の情報が新たに出てきたので、この動画で速報っていう形で簡単にやっていきたいと思います。皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回ちょっと珍しい時間帯に撮ってるんですけども、前回の3日前くらいに撮ったクリプト GPT の動画は結構好評で、いろんな方から質問をいただくんですけども、でそちらの動画で詳しくはこっちの動画でこのクリプト GPT の説明してたんですけども、でその中で紹介してた、すでにクリプト GPT のプラットフォーム上で200万人以上のユーザーを獲得していますっていうのがあってんですよね。でそれがどのプラットフォームから取っているかだったりとか、はたまたその200万人のユーザー抱えているのが本当かどうかわからないっていう状況だったんですけども、それがですね、今ツイートで、今撮っているのが24日の10時22時なんですけど、1時間前くらいに発表されて、これでより上場時にかなり期待できるかなと思って今動画を撮ってます。はい。でこのクリプト GPT 今日初めて見たって方はぜひですね、3日前の概要欄に貼っておくんで、そっちの方の動画見てほしいんですけど、とりあえずここに書いてあるのが、単純にここですね、最初のアプリの公開ということで、200K ユーザーの出会い系アプリがクリプト GPT でのテストに成功ということで書いてあります。なんで出会い系アプリでとりあえず顧客データを収集するっていうことになると思います。はい。で今冒頭で200万人って言ったんですけど、 200K だったら20万人だと思うんで、もしかしたら別のアプリであるかもしれないですね、200万人以上って言ったら。はい。なんでとりあえずこの20万人の出会い系のアプリでいろんなデータを収集して、それを企業とかに売却して収益性はちゃんとありますよっていうのがここに、このツイートで書いてあります。で一応その DAO メーカーですね、でこの前の動画でも言ってたんですけど、 DAO メーカーでもうすでにここ載ってるんですよね。でいつからやるかっていうのはまだ未定なんですけども、本当に今ツイッターのフォロワー、さっきのちょっと映し忘れたんです。はい、フォロワーが今 14.7 万人いて、はい、なおかつ、テレグラムもあるんですけど、はい、ちょっとこれ見づらいかもしれないんですけども、テレグラムにも6万9000人、なんで約7万人くらい今入ってる状態になります。なんで相当注目されてる銘柄なんですけど、はい、なんで本当 DAO メーカーだけ今唯一 ID をやってくると思うので、DAO メーカーでプレセールが行われて IDO でされてからどっかに上場と思うので、バイナンスとか上場してくれたらすごい大きいかなと思うんですけど、そんな感じになってるので、かなり本当期待が持てると思います。なんで今 DAO メーカーをされてない方、個人的には DAO メーカーで登録しといた方がいいと思います。で一応これも概要欄の方に登録リンク貼ってあるので、DAO メーカーをまだ登録されてない方っていうのはぜひですね、DAO メーカー登録して、一応その初期費用っていうのが、だいたい一応500DAO なんで、日本円で言うと10万円くらいかな。10万円くらいあれば、10万円分くらいのこの DAO メーカーの、ガバナンストークの、DAO っていうトークがあるんですけど、それを500枚。なんで本当、さっき言ったように10万円分持って、それをステーキングすれば、こちらの方に参加権が得られるんで、抽選にはなるんですけど、こちらのクリプト GPT の参加権を得られるので、参加しといて本当損はないかなと思います。でもし、ステーキングしてこのクリプト GPT が、仮に外れた場合っていうのも、次別に熱いトークンとか出てきた時にもちろん参加できるんで、クリプト GPT だけじゃなくて。なんで本当 DAO メーカーはちょっと10万円くらいかかっちゃうんですけど、ただこうやって ID をしたトークンを参加して、今回のクリプト GPT もそうなんですけども、10倍とか100倍になったら一撃で元は取れますし、なおかつステーキングしてるトークンも別になくなってるわけじゃないんで、それもステーキング解除すれば、そのトークンも例えば10万円分、価格が落ちてなければ話なんですけども、10万円分ステーキングして価格が落ちなければ、その分10万円分戻ってきて、単純にそのトークンの売買益だけ利益が出る状態にもなりますし、最近のこの DAO トークンっていうのはずっと今値上がりしている状態なんで、もしかしたらステーキング解除するときには上がってる可能性もあるので、そう考えると本当初期費用の今だと10万円くらいなんですけども、全然損はしないかなとは個人的には思います。なんで本当に DAO メーカーはおすすめかなと今思ってます。はい。なんで KYC とかいるんで、若干めんどくさいって言って数分で終わるんですけど、もし DAO メーカーやりたくて、やり方がもし分かんなかったら、ぜひですね、私直接の LINE とか Discord あるんで、LINE してみてください。はい、それではちょっと本当速報っていう形なんで、ささっと動画撮らせてもらって、今これで終わろうと思うんですけども、冒頭で言ったように、3日前の動画とかで、結構詳しくこのクリプト GPT の説明してるんで、気になる方はそっちの方の、動画もぜひ概要欄の方に貼って、ておくんで見てみてください。でこの動画見て分かりやすいと思われた方は今後の励みにもなりますので、チャンネル登録だったり高評価
ぜひよろしくお願いいたします。で、さっきも言ったようにDAOメーカーのやり方がわからないとかっていう方は LINE だったり、まあ、Discord でもいいのでお気軽に登録して送ってもらえると、まあ、やり方教えれるので、まあ、お気軽に本当メッセージ送ってみてください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。